プサマテは海洋星の第10衛星である。プサマテは2003年8月29日にスコット・ S ・シェパードが率いる観測グループによってマウナケア山のスバル望遠鏡を用いた観測で発見された。シェパードらは8月29日と30日の観測で新衛星と見られる天体を発見し、9月1日に小惑星センターに報告した。これを受け、 小惑星センターの所長であったブライアン・マースデンは、同じく海洋星の衛星探索を行っていたマシュー・ジェイ・ホルマンに過去の観測データを捜索するよう依頼し、その結果ホルマンらのグループが2001年8月11日以降に観測したデータ中に、シェパードらが発見した新衛星と同一と思われる天体が映っているのを発見した。マースデンが軌道を計算した結果その二つは、 高い可能性で同一であることが判明し、さらにホルマンらが2002年8月と2003年7月に撮影した画像中にも映っているのが特定された。この発見は9月3日に国際天文学連合のサーキュラー及び小惑星センターのサーキュラーで公表され、S-2003N1 という仮符号が与えられた。その後2007年2月3日に ギリシャ神話における海の女神であるネレーデスの一人、プサマテにちなんで命名され、ネプチューン X という確定番号が与えられた、海洋星の不規則衛星の軌道要素を表した図。プサマテは、海洋星を逆行軌道で交点している、不規則衛星である。図は、海洋星の不規則衛星の軌道要素を示した図である。半径方向の軸は、軌道長半径、角度方向は、 軌道傾斜角を表しており、横軸の上にあるものは巡航軌道、下にあるものは逆行軌道で交点していることを示している。青い数値は海王星の昼球の半径に対する軌道半径の割合を表している。欧線は近点から円点までを示しており、この長さが軌道離心率の大きさに対応している。また、点の大きさは各衛星のサイズを表している。 一番大きい円で表された、ネレードの右下方向に位置しているのがプサマテである。ネ外と似た、軌道要素を持っていることがわかる。木星や土星の不規則衛星は、似た、軌道長半径や、軌道傾斜角を持った、いくつかのグループに分けられる。同じグループに属する衛星は似た表面の特徴を持っているため、より大きい母天体の破片であることが示唆されている。 プサマテとネソも軌道要素が似ているため海洋星の不規則衛星にもこのようなグループが存在している可能性がある。プサマテは海洋星から非常に遠い軌道を公転しているため軌道周期はおよそ25年にもなる。プサマテは太陽系の衛星の中でも中心惑星から最も離れた距離を公転している衛星の一つである。その軌道は海洋星を 逆行軌道で交転する衛星が長期にわたって安定な軌道で存在し続けるための理論的な限界距離に近い。草マテの直径はアルベド0.04と仮定すると 38km と推定される。他の巨大惑星の不規則衛星と同様に数十億年前に起きた大きな衛星と小惑星や水星の衝突破壊の際に形成されたと考えられている。 ただし、太陽系年齢の間の張り目でとねレードの衝突確率が41%と高いのに対し、プサマテとネレードの衝突確率は1.3%と小さく、また他の不規則衛星との衝突確率は無視できるほど小さいと推定されている。ありがとうございます。